岩波茂雄岩波茂雄は、日本の出版人、岩波書店創業者。貴族員多額納税者議員。次男の岩波雄二郎は、岩波書店、二代目社長。孫の岩波律子は、岩波ホール支配人。次女さゆりは、岩波書店会長の小林勇の妻。長野県諏訪郡中洲村の農家に生まれる。父義室は、村の助役をしていた。 尋常小学校、高等小学校を経て、1895年に、旧生諏訪実家中学校へ入学。在学中に、父が病死し、古種となる。母を助け農業をしていたが、1899年に、上京し、杉浦茂武を死体、日本中学に入学。母が学士を仕送りしてくれた。ある時母親が上京すると茂雄は、 東京見物をさせようと思うも母は、幼事が住むと、さっさと帰郷してしまった。息子を勉強させたいばかりに働いたのだという。翌年に卒業。1901年、第一高等学校に入学する。ボート部で活躍するが、2年になる頃から、人生問題に悩むようになる。この頃には、内村肝臓の影響を受けており、また、東京本郷で、 弓道学者を主催していた新種大谷派僧侶の近住城官の元を訪れ、近住から著書、信仰の余り歴を渡される。1903年5月、藤村三竿が岩頭の館を残して自殺したことに大きな衝撃を受ける。試験を放棄したため落第し、夏休みの約40日間、茂雄は、 哲学諸島を携えて、野尻湖の弁天島に一人でこもることがあった。この間に自殺を、心配した母親が島を訪れたこともあり、学校を続けることを決意する。翌1904年も試験放棄のため落第し、高校を中退する。再起して1905年、東京帝国大学哲学科専科に入学。1906年には結婚。 大学専科終了後、神田高等女学校に奉職するも、教師としての自信を喪失し退職。1913年、神田区南神保町に、古本業、岩波書店を開く。破格の小札販売を実施、古書店から出発し、夏目漱石の地群を得て1914年には、心を出版。これは、自費出版であったが、 岩波書店の所辱出版と位置づけられる。漱石没後は安倍吉成らと漱石全集を刊行した。思想、科学、文化などの雑誌や1927年には岩波文庫を創刊。日中戦争について日本はしなくてもいい戦争をしていると日本軍に対して批判的な立場から活動を展開していた。これによって 軍部の圧力をかけられるようになる。1940年には学徒及び、特学の学者、研究者を援助する目的で、財団法人、風じ会を設立。同年、津田総吉の著作、古事記及び、日本書紀の研究多四点が、発禁処分となった事件では、発行元として、津田と共に出版法違反で起訴。1942年に、有罪判決。 彫刻中の1944年免疎となる。また、三延達吉の天皇帰還説を支持する投稿を、朝日新聞に言ったが、同志が不敬載としたため、朝日は、行きちなしだ、と批判した。1945年3月に、貴族院多額納税者議員に5選、同年4月4日に任命されるが、それから6ヶ月後に、脳出血で倒れる。翌年には、雑誌、 世界が創刊され、文化勲章も受けるが、同年に、静岡県熱海市で死去。64歳。戒名は、文有院、強吉道胸茂子寺。子。墓所は、鎌倉、統計寺。漢方第5803号、昭和21年5月22日、P92、安倍義成、岩波茂雄伝。 P36 から74、東京帝国大学一覧受命時39年、イタリ明治40年東京帝国大学、1907年、ページ。貴族院洋蘭昭和21年12月贈呈、貴族院事務局、1947年、53ページ。朝日新聞1946年4月27日ほかは、岡茂雄、反町茂雄。ありがとうございます。